どうもこんにちは、私でございます。ゆきちかでございます。後付けのゆきちかでございます。そんな感じで今回は7月の練習試合をやっていきたいと思います。今日も元気に栄冠9をやっていきましょう。今回からですね、王さんが入学した新しい世代をスタートしていきたいと思うんですけども、結局何回見ても平井くんと黒津くんのレベチさが半端ない。正直このこういう2枚看板ですかね、1人のピッチャーを育成しまくるより2人ピッチャーを強いの作ってやっていくっていうのが、まあ、結局栄冠的に一番勝ちやすいと思うんですけど、私の理想的になんとなく1年生と2年生を1人ずつピッチャー入れてあげたいんですよ。でそうするとやっぱ3年生は2人ベンチ入りできるんで、よっぽど1年生と2年生で強いピッチャーがいない限りは、基本的には私の育成法的には投手3年生2人、2年生1人、1年生1人みたいな風にしてあります。であとは野手は基本的に1年生を2人はベンチ入りさせるようにはしてますかね。でレギュラーで最低1人使ってあげる。今回結局、王さんと全国優勝の天才の長谷川くんを使ってるじゃないですか。そんな感じで1年生からベンチ入りする人を2人入れとくと、そしたら3年生の時に割と強い台ができるんじゃないかと思って俺はずっとやっております。そんな感じで今天才が2人いる世代なんですけども、暗黒黄金世代、そうとうとう夏、最後の夏が始まります。暗黒黄金世代、果たしてどうなるんでしょうか。前川くんがどこまで成績を伸ばすんでしょうか。ちなみに私準決勝ぐらいまで動画をため撮りしてもらいますので、どんな感じになるかちなみに少しは分かってるんですけど、まだ甲子園まで全然やってないんで、どんな感じになるのかっていうのが正直分かんないんですよね。王さんをとりあえずここは全パワー全振りで今回は育てていきたいと思います。基本的にですね、野手は総力から育てていった方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思っております。多分実況者さん、他に YouTube で実況者さん、AECON9 の実況やられてる方いると思うんですけど、基本的に多分総力から上げてる方が多いんじゃないかな。多分一般でプレイされてる方って割となんだろう、守備から上げたりとか、ショートはなんか守備から上げて、最終的に他の能力上げるみたいな方多いと思うんですけど、盗塁 E でもない限りは、基本的には俺は絶対に盗塁じゃないや、総力はガン上げするタイプですね。よっぽどがない限りね。あとはなんかこいつも代打でいいやみたいな選手、代打でいいやっていう選手でも基本的にはまず守備能力から育てたりとか、多分この人星100ないし3年生ではベンチ入りがやっとだなみたいな、多分3年生の春でベンチ入りするのが多分俺の場合やっとなんですよ。あんまりなんだろう、そういう風にベンチ入れ替えとかもしないタイプなんで、なんか3年生の春でとりあえず輝いてくれればいいやって感じなんで、とりあえずオールラウンドプレイヤーをめっちゃくちゃ作っていくタイプなんですけど、私なんだろうね、そういう風になんだろう、うまくなんだろう、育成みたいなのができたら結構栄冠9も、今私負けてないんですけど、100連勝200連勝ぐらいは全然できるんじゃないかなって思ってます。そんな感じで試合やっていきましょう。そんな感じで夏の都大会1回戦始まりました。今回はですね、私できるだけコールド勝ちをしないようにやっていきたいと思います。天才がですねいるじゃないですか。結局育成したいんで、できるならコールドをしない方が経験点的にめっちゃいいんですよ。今回総合戦力 E なんですけど、最終的にその A のチームとかと当たった時に、できるならそういう、なんだろう、めっちゃ育成していきたいみたいなところがあります。そんな感じで見て、オーダー見ていきましょう。総合戦力 E なんで、めっちゃくちゃは強くないです。すいません、後付けなんで、ちょっと適当なんですけども、そこら辺の紹介とか適当なんですけども、お許しください。で、E にしては今回ピッチャーが強くて、あのピッチャー全然総合戦力 C ぐらいのレベルあるんじゃないかなっていうふうに今回、撮ってる時で言ってたんですけど、まあ音声入ってないんで、全然意味ないんですけどね。音声入ってないで動画撮ってるってなると、ただの俺独り言なんで、ただの痛いやつなんですよね。なんか、なんだろうね。なんか悲しいよね。ちょっとここがフルスイングセーフティーと。そういう風なヒットをね、増やしていけるから、結局的にはやっぱ、なんだろう、総力を上げていった方がいいかな。とりあえず天才が来たら、まずは総力を上げる。総力を上げて、なんだろう、次はミートとパワーを上げていくみたいな感じの方が、育成的にはいいんじゃないかなと思ってます。とセーフティーだと、なんだろう、総力とミートかな、ミートとパワーか、ミート指示にしては、ミートに経験値がはまって、強襲打ちに設置にすればパワーにも経験値が振られるんですよ。なんで、パワーとミートと総力、まあまあどっちかですけど、ミートとパワーはどっちかですけど、その両方に経験値を振ることができるんで、正直そういうところはやっぱうまみがあるんで、セーフティーをできるだけ使ってた方がオール S には近づくんじゃないかなっていうふうに私は思っています。そしてですね、この長谷川選手、全国優勝はやっぱ伊達じゃないです。こっからどんどん爆発するんですけど、正直全国優勝は絶対強いんで、全国優勝だけはみんな狙いに行きましょう。スカウトで全国優勝が来たら絶対に狙ってください。王さんは本当にバケモンです。あと
なんだろう、 OB の中で、なんだろう、今まで使ってて強いなと思ったのはキャッチャーじゃあ古田さんとあと田淵さんですね。ほんと栄冠唯一のアーティスト持ちなんですけど、田淵さんもめっちゃくちゃ強いです。だいぶめっちゃくちゃホームラン打てる。なんなら前回のそのパワプロ2019ってそんなに打高じゃなかったんですよ。そこまでホームラン打つイメージじゃなかったんですけど、それでも全然打ちます。と、あとは、ナイス、イージーストーン、ね、あとは、星野とその二人か、古田さんと、もちろん他にも強い選手はいるんですけど、俺的には古田さんと、その、田淵さんの二人組が強いかなって俺は思ってます。あとは、外野手だと山本浩二さん、あと秋山浩二さん、元ホークスの監督の秋山さんと山本浩二さん。は強いなって思います。あとは、現役だとやっぱギータですかね。ギータはめちゃくちゃ強い。あとは、落合さんが強心臓を持ってるんで使ってあげてください。そんな感じで、そろそろ、リアルユキチカに変わりたいと思います。ここまで、後付けのユキチカのご視聴ありがとうございました。この後、音が入ってないことに気づいてるリアルユキチカをお楽しみください。そんな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。現場のリアルユキチカさん。はい、チェックチェックワンツー、へいへいへい、ほうほうほう。よし、そんな感じで6点取られてまいりました。私の方のミスでですね、ここまで全く声が入っておりませんでしたので、ここからリアル雪地下でお届けしたいと思います。ここから、その前はね、多分、後付けの雪地下でいくと思いますので、お許しください。なんで声が入ってないんだろう。さっきの入学式も全く声が入ってなくて、私結構結局プンプンまでやれたんですけど、なんでだろうね。オッケー、リセース特大ホームラン、ポールに当てたよ。すげえな、このパワー俺にもくれ。で、誰ですか、出てるのは道原くんか。道原くんも変えよう。誰に行こう。吉見くんあたり大相談しましょう。で、走ります。走って、ナイス、なんなら3投いけるぞ。で、吉見くんにダイソーを出します。ギータでいきましょう。で、平井選手を変えます。大道くんだな。大道くん初打席いきましょう。で、熱血撲滅、いずれもマッハ、仮面ライダーマッハ。大道くん打ってくれ、打ってくれても熱いよ。で、テストよ、テスト。お主が上げずにどうなる。頑張れ、打ってくれ、お願いします、打ってくれ。絶好だろ、1回戦なんて。おしおしおし、とりあえず OK、 とりあえず OK、 打率上げよう。この夏3割持ってこう。やっぱ1点差まで持ってっといてよかったわ。で、矢沢君が覚醒してる。センターエースじゃない、いや、引っ張りいきましょう。引っ張りでホームラン打ってくれても激アツ。頑張れ、頑張ってくれちゃってもいいんだよ。で、矢沢君じゃないや、長谷川君は転がしますか。いや、引っ張るか。転がしたら、転がし、頑張れ。これ走ればセーフ、ワンチャンあるんじゃないか。オッケー、最高。じゃあ走ります。オッケー、ギリギリで、王さんよ、王さん今日実はホームラン一本打ってるんですよ。いったさよならだけどいいよ、王さんのホームランが見れた、それでいい、俺はそれだけでいいよ。ありがとうございます、完璧。まあ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 、出すじゃない人結構多いけど、お許しください。いや、王さんよ、やっぱ王さんはレベチだわ。すげえ、全然違う。矢沢くんは、ミート補給3上がりと、で、王さんがパワー1上がり、あと8世は総力2上がりか、そこまでだな。そんな感じで次回2回戦やっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。またね。